皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も異世界のんびりライフやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、本日の動画はちょっとコメントをいただいて、このゲームで課金するなら何がおすすめですかというコメントをいただいたんですよ。なのでそのコメントにちょっとお答えしていこうかなと思いますんで、よかったら皆さん最後までご視聴ください。であくまでヨッシーの独断と偏見の動画になっているんで、その辺はご了承の上最後までご覧ください。はい、ということでやっていきましょう。はい、それではやっていくんですが、まずですね、このゲームの課金要素についてお話ししていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、ということでデイリー限定ギフトパックということで、これは毎日購入できるものになっております。でこの160円だったりで、まあね、それぞれ便利なアイテムを購入することができますよということになっております。はい、さらに下に送っていくと、このように480円だったり800円だったりとね、それぞれいろんなアイテムをゲットすることができます。はい、で、これすべてパックを一括購入すると1600円でちょっとお得に買うことができますといった感じです。はい、で、このデイリー限定ギフトパックについてなんですが、こちらは別に買わなくてもいいかなと思います。うん、まあ本当になんかこれ欲しいっていうやつがあれば購入した方がいいと思うんだけど、まあ、別にそんなにねこれがめちゃめちゃいいよっていうのは特にないので、まあそのアイテムが不足していたりとか、これ絶対欲しいっていうものがあればね、購入を検討してみてはいかがでしょうか。はい、別にここはねおすすめじゃないです。はい、お次ウィークリー限定ギフトパックになっております。まあこれはもう見てわかる通り1週間に1回購入することができますよといったものになっております。はい、ここで手に入るの、まず上にあるのはこちら、飛空艇チケットということで、これはですね旅行するのに使うチケットですね。うん、で旅行するとどうなるかというと、はい、ということで飛空艇で旅行することによって2人にね出会うことができるんですよ。なので、まあ、実際に旅行行ってみましょう。はい、これ出発を押すと旅行することができます。で、これに行くことによって家族イベントということで2人ね、必ずゲットすることができるということになっております。なので、まあ、こういう出会いをね2人連続したいよっていう方はですね、この飛空艇での旅行もやっていただければいいのかなと思います。はい、ということでこの飛空艇チケットっていうのはこういう感じになってます。なので、まあ、旅行に行きたい方はぜひね、購入を検討してみてはいかがでしょうか。800円でね2回も行けるんでね、まあ大きいのかなと思います。はい、まあでも好みですからね、必ずおすすめというわけではありません。はい、お次こちらですね、ウィークリーコレクションレベルアップパックということで、まあコレクションがいただけるということですね。うん、まあこれは結構大きいですね。まあ、ただし1600円するということになっております。ただ UR のコレクションがもらえるのは結構大きいのかなと思います。お次出会いの石パックということで、これは10個もらえるんですね。うん、これに関してはですね、どんどん進めていったら、まあ、大体もらえてくるので、まあ、ここは別に購入しなくてもいいのかなっていうところですね。はい、でお次がこちら上級の餌ということで、比較的珍しい魚を引き寄せることができるということになっております。まあ、釣りパックですね。うん、これはおすすめかというと、これも別にね無課金でも手に入るものになっているんで、そこまでお金を出して購入するものではないのかなと思います。はい、お次魔王召喚ギフト、これたくさんありますね。480円から上が8000円まであります。うん、でまあこの貴重な魔王の瞳をゲットすることができますね。うん、でまあこちらを手に入れることによって20個で魔王と交換することができます。はい、ね、なのでまあ結構いりますよね。そう考えると結構お金を払わないと、魔王と交換するのはできないです。うん、でまあどうしても魔王が欲しい方は、まあ、ここで、手に入れてみてもいいのかなと思います。
まあ、ヨッシーはそんなにおすすめしませんね。うん。なのでこのウィークリー限定ギフトパックはそんなにおすすめしないかなっていう感じです。はい。まあこのコレクションがまあいいんじゃないかなとは思うけどね、ただし1600円するので、皆さんご購入の際はしっかりと検討してやっておいてください。はい。お次スペシャルお得パックということになっております。こちらどういうものかというと皆さんも見たらわかると思います。まあ、キャラクターの強化ができる素材だったりになってますね。はい。なのでキャラクターをさらに強化したい方とかはね、ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。まあでも全体的にちょっと高いので、うん、まあ別にねお金を払ってまでねここら辺のものを購入して仲間の強化をする必要まではないんじゃないかなと思います。あくまで個人的な意見です。はい。皆さんの好き好みでね購入を検討してみてください。ヨッシー的にはそこまでおすすめしないのでそこら辺は頭に入れておいてください。はい。ということでお次はイベントパックになっております。今あってるイベントの課金アイテム等になってるんですが、こちらをご覧ください。まあこれはですね、いわゆるあのお祭りのところですね、お祭りのところの福袋パックになってます。つまりガチャを引くためのやつですね。はい。このようになっております。結構ね金額するんですよ。まあ、いわゆる30連引くまでに1万5800円ということでね、結構かかりますね。うん。で、まあ、このパックなんですが、まあ、別に買わなくてもいいかなと思います。なぜかというとですね、はい、こちらをご覧ください。これがね、イベントのやつのガチャなんですが、この確定報酬ですね、こちらをご覧ください。これですね、私今回のイベントになって10連しか引いてないんですよね。なのに40になっているということで、前回のガチャが引き継がれている状況になっております。はい。なので、こちらですね頑張って日にちを稼いでいけば、このようにゲットすることができるようになるのでね、ぜひ皆さんちょっと辛抱していただいて、まあ、無課金でゲットしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ここにも書いてあるんですけれども新コードは次回まで保持されますということで、まあ慌てずに課金して手に入れなくてもいいのかなっていうふうに思います。ただし、まあ、このイベントが次いつ来るかはわからないので、うん、まあ我慢できない人は、まあ、思い切ってお金で引いてしまうっていうのもいいのかもね。まあ、こればっかりはね運営さんじゃないのでわかりません。ただまあこういうふうにね新コードが保持されるということで、まあ、ワンチャン無課金でゲットできるならそっちの方がいいんじゃないかなと思います。はい。ということでまあそんな感じです。このように、スタミナパックもありますね。うん。これは購入することによってお祭りを周回することができるものになっています。うん。まあこれも周回したい人はぜひねまあ入手してみたらいいんじゃないかなと思います。はい。でお次はこちらの、薬剤師のアトリエということで、まあ、ちょっとミニゲームのやつだね。こちらもですね、まあ、ハイスコアを叩き出したい人はですね購入してみたらいいんじゃないかなと思います。ここも特におすすめはしないですね。はい。ということでこちらはシンプルにチャージですね。チャージすることによってダイヤをゲットできるということで、まあね現状そんなねダイヤを使うことってないですよね。うん。もう召喚等でキャラクターをもうゲットしてしまっている方はまあ特にダイヤを使わなくてもいいんじゃないかなと思います。まあイベント等でダイヤを使ってしまった方が今はいいのかなっていう感じですね。はい。なのでまあこんな感じです。でまだ他にもあるんで見ていきましょう。はい。それがこちらになっております。上がヘルメスの祝福ということで30日間で、まあ収益アップだったりとか、まあこのようにいろんな要素がもらえますよということで、これ800円。うん。で、下の方は、1年間のやつですね。1年間これはいろいろとゲットできますよということになってるんで、まあヨッシーは1年間の分を購入しております。まあこれに関しても好き好きだと思いますので、ヨッシー的にはね、この1年はおすすめですね。やっぱり1年間っていうのはかなりでかいので、気になった方はこの1年間のやつを購入してみてはいかがでしょうか。まあ1ヶ月はね好みだよね。うん。ただしまあ村の収益とか、
教室活力上限アップだったりとかいろいろあるのでね、その辺もいろいろとぜひね皆さん考えてみてください。はい、ということで次はバトルパスですね。これは一番おすすめです。なので購入するならバトルパスかなっていうふうには思います。うん、なぜかというと必ずこういった品物がゲットできるわけです。うん、まあ、前回だったら魔王だったんですが、今回は衣装ということですね。うん、まあ、今回のこの衣装は特にいらないよっていう方は別に買わなくてもいいとは思うんですが、まあ、課金するならねこのバトルパスが一番いいかなって思います。それぞれのアイテムももらえるし、かなりねバトルパスに関してはねおすすめです。はい、であとは成長プラン等もありますね。まあ、これは出会いの石とこのダイヤがもらえるということですね。うん、これもですね買うか買わないかは皆さん次第ということですね。まあ特にこれも必要ないんじゃないかなと思います。はい、ちなみに2400円です。まあかなりの数をもらえるんですが、まあ別にいいかなっていう感じだね。はい、お次はこの収益プランということで、こちらはですね何が手に入るかというと、これもこの出会いの石のかけらだったり、この魔王の瞳のかけらだったりがもらえるということですね。うん、あとこれか、この瓶ももらえるということですね。うん、これもね別に買わなくていいかなと思う。なぜかというと2400円もするしね、まあそこまで必要かと言われたら必要ではないんじゃないかなと、個人的には思いますんで、これも皆さん考えて購入してみてください。はい、ということで最後に家族プランということで、まあ、家族のね親密度とか加護とかを上げるアイテムが手に入るということです。プラスダイヤももらえるよっていう感じです。でこちらのね出会いの石もついてくるという感じですね。うん、でまあこれも購入すべきかというと、これもそこまでないかな。うん、やっぱりここでおすすめなのはバトルパスですね。これが一番おすすめになってるんで、皆さんなんかね課金する際はね、これを課金するといいんじゃないかなと思います。はい、ということで課金に関してはこんな感じですかね。ということでヨッシー的にはまあバトルパスが一番おすすめですよっていうことになっております。はい、まあ皆さんいろいろ考えて、課金の方をしてみてください。でまあ課金をしていけばこのようにロイヤルポイントがたまって、まあ、仲間だったりいろいろ手に入っていくので、まあ、課金をすればするほどねいろいろと、まあ、お得な要素っていうのがあります。なのでねお金を入れる際はいろいろ考えて入れてみてください。はい、ということで、今回ね課金について要望があったのでお話しさせていただきました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回やっていきますんで、よかったら次回もご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。